皆さんこんにちは、安田ひろきです。本日のひろきスタイルはこちら。12月の頭に発売となりましたアピアの新作ラムタラジャイアントバデル177についてご紹介していきます。ではまずスペックについてご紹介していきます。長さが 177mm、 重さは 51g、 フックが2番のフックが3つついていて、レンジは50から60センチぐらいのレンジを泳ぐルアーです。ノーマルのラムタラジャイアント177に関しては 43g でレンジが表層0から30センチっていうレンジなんですけど、そのノーマルのジャイアントにプラス約 8g ですね、ウェイトを足して51グラムとなったのがこのラムタラジャイアントバデル177です。ラムタラといえばやっぱりドリフトのイメージが強いと皆さんも思うと思うんですけど、僕の大好きなそのドリフトの次ラムタラジャイアント実際使うんですが、アップ方向にねオリジナルのフローティングのジャイアントを投げるとしっかりと泳いでくれていいんですけど、それがね流れに当たってダウンに入ると巻けなくなっちゃうんですよね。特に流速が速い時っていうのは巻くとやっぱり暴れすぎるから、ちょっとこれ巻けねえな、巻かないで流していこうかなって時が多かったです。それがジャイアントバデルになるとダウン方向のドリフト、ルアーがダウン下流側に入った時でも暴れにくくなったので、より攻めやすくなりました。僕はダウンのドリフトが大好きなので、このバデルの方が使いやすいなと感じています。あと水中だよね。水中で留めておける。これは最大の武器かなと思うんですけど、レンジを入れて水中で留めておいて、そのままドリフトしていく。メイヤーにドリフトしていく。ブレイクにドリフトしていく。そういう使い方ができます。まあ、これなぜいいかっていうと、やっぱり全部が全部表層ではないんですよ。ちょっと入れた方がバイトが出やすい、深いバイトが出るっていう時があります。その時にこのジャイアントバデルがめちゃめちゃ効く。水中に漂わせるっていうことができるのがオリジナルとの最大の違いかなと思います。ただもちろんオリジナルのジャイアント177も表層の攻略には欠かせないルアーで、0から30センチっていうレンジを水面をね引き波出して巻けるのが特徴。ゆっくり巻くと引き波が出るし、ギュッと入れてから浮上アクションで食うこともあるんですよ。僕ジャークして浮上させて、ジャークして浮上させてってオリジナルのジャイアントは使ったりもするんですけど、それが効く時もあるので、一概にバデルめっちゃいいぜってわけではないです。でもオリジナルを使っててやっぱもう少し入れたいなっていう時はあるわけですよ。泳ぎすぎているとか、レンジを入れたい、水中に漂わせたい、あとはおかっぱりやってるとあると思うんですけど、足場が高くてハイフロートのルアーだと手前に来ると浮いちゃって泳がないっていう時があると思います。ジャイアントはその点でも手前でもしっかり泳いでくれるので、ハイフロートのオリジナルのジャイアント177とバデル177、この2つを使い分けていろんなフィールドで攻略してみればいいかなと思います。以上、本日はアピアラムタラジャイアントバデル177をご紹介しました。水中で漂わせておける、より暴れにくく、よりレンジが入るラムタラジャイアントのバデル。東京湾もねシーズン終盤になってきました。この白パターン、ビッグベイトのシーバス、ボートシーバス、ウェーディングおかっぱり、どんなところでも使えますラムタラジャイアントバデル177を皆さんもぜひ手に取って使ってみてください。以上、本日のひろきスタイルでした。いつも高評価チャンネル登録ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。